やれやれ、こんな陳腐な物語には過ぎた演出なのですが。へいへい、最終章かにゃん。こんなこけ落としに。ダメ、レックス。何？ブレイドは空間に存在するエーテルエネルギーを武器のクリスタルへと送り込んで力を発生させている。僕たちにはその流れさえも操ることができる。あれはまずいぞ。くそ、武器からどんどん力が抜けていく。ダメです、お嬢様に力を送れない。ご主人、調子がおかしいですもん。お前ら、なんでホムラを欲しがるんだ。愚問ですね。天の聖杯の力が欲しいからですよ。真の望み、すべての人間を抹殺するためにね。本当にシンが言ったの？人間はすべて抹殺するって。今さらだね。分かっていたはずだ、君には人間の本当の姿が。バカ野郎、止まるな。見ただろ、オート、スペルビアに攻め入るための船、武器、兵士、生きるのに精一杯な連中。実に滑稽な姿じゃないか。今じゃ世界のどこにもあんなものがうじゃうじゃある。今だけじゃねえぜ、500年前からちっとも変わってねえ。そりゃ親父も見放すさ。いいえ、変わってないのはあなた。父様、人間の抹殺なんて望んでない。なら俺たちはなぜ存在する？おかしいだろ。俺たちはこいつらを消し去るためにこの世界に降誕したんだからな。これは奴のブレードからじゃない。まさか。面倒くせえから終わりにするぞ。よいっすね。同感です。女を殴るのはいい気はしねえな。切り刻んでおいてよく言うよ。ね、渡さねえぞ。くっ、領域外からの攻撃か。バンタムさん。あの大男、でもね、そんな位置からの豆鉄砲、いくら撃ったところで当たりっこしませんよ。そんなことは100倍承知だ。いいか、レックス、ブレードの武器にはな、こういう使い方もある。貴様、まさかエネルギーを直接体内に。こうすりゃエーテルの流れなんかは関係ねえってわけだ。どりゃI'm
逃げろ。ホムラを連れてさっさと逃げやがれ。そんなことできるわけないだろう。レックさん、死なないんだろう。死ねないんだろう。なぜこんなところにいるんじゃねえ。生きて、生き延びて、楽園に行くんだ。行かせねえよ。終わりだ。いいかレックス、お前の戦を戦え。バンダムさん、やれやれ、とんだ茶番だ。レックス。よくもバンダムさんを、バンダムさんを。ダメ。逃げて。鬱陶しいぞ、小僧。こんなところで。レックス、兄貴。こんなところで。消し止め。レックス。これは、そんなものになったからって、なんだってんだ。バカ野郎、上だ。私はホムラじゃない。え？私は光。ホムラは私が作り出したもう一つの人格。人格って、よそ見しない。ああ。集中して。君が集中してくれないと私から力を渡せない。バカだ。僕の力がまるで役に立たない。ここからあれだけの力を。足りねえだ。あいつの力の源はエーテルじゃねえ。エーテルじゃない。その姿、いいぜ光、高鳴ってきた。行くわよ。これは因果律予測。因果律、未来に起こる出来事を視覚化してるの。彼らの動きの軌跡、その先を読んで反撃して。わかった。バカだ。あれを避けられるはずか。気をそらすな。続けてくるぞ。隙だらけだぞ。明らかが、なんなんだこ
こいつらの連携はこれじゃ対処もしようがない。これが天の聖杯の本当の力だ。懐かしいぜ、待ってたんだよこの時をずっと。ああ光